はい、すいません、Hello everyone。 すいませんというのは、非常に日本人的ですね。61ページ、今日あとちょっと続けます。61ページですね。皆さんね、ここの61ページね、ここに書いてあるあのことなんかもですね、あのしっかり読んでくださいね。61ページにはですね、溝淵先生が、重要なこと書いてくれてます。3音および4音のスラも2音の時のような方法で行う。初めての音だけを弾いて、あとは上行下行をそれぞれ打弦弾き弦の方法で連続させると。まあ、あの連続で使えということなんですけど、下行の場合にはスラーがかけられた次の音はいつも先に準備しておかなければいけないと言って、ここにね非常に大事なこと書いてますので、これも守ってくださいね。そして開放弦の場合は例外となるとなってます。それでちょっと、ね、例ですね。一番最初の例のところやってみましょう。最初はこうですね。ミーファーソー、この時やっぱり置いておかないといけないです。これも置いといて、これが例ですね。で今度は加工ですね。この時に先に準備しておけということなんですね。こういうことですね。であとまあ付け、私なりに付け加えると、この時はこの肘のこれ使ってもいいですね。それとあとは左手のアップエンドですね。こういうふうに一つの、 あの指を一つの形にしておいて、で少し硬くしておいてですね、硬くしておいて、こういうふうに、もう特に早い、これからこの後出る装飾音符なんかには固くしておいても一気にやってしまうという方法もありますからね。もう一回最初から弾きますと、こうなりますね。これが、例、最初に書かれている例のことですね。それから4音すら、同じことですね、先ほどと。で今度加工するときに先に置いといて、3つ置いといて、こうですね。こういう感じです。一気にやるとこのぐらいまで速くできますね。こんな感じです。それから今度は上行の時に、まあ、音階ですね、音階でスラをかける。こんな感じですね。まあ、これアーティクレーションとも関連してるんですけどね。こういう感じですね。それから今度はごめんなさい、くしゃみが出そうになった、ごめんなさい。今度は加工の時ですね。これ一気に持っていくんですね。まず最初のファだけを弾いておいて、こうなんですね。こうなるんです。で、一番最後のところはソードときますから、ある程度速い曲の場合は最後の動は小指で押さえた方がいいかもしれないですね。ソード、それからもう一ついきましょう。今度は10音ですね、これもギターならではですというふうに。それからそれからこれは難しいですね。これはもうアップエンドしなくてもいいと思います。うまく引っ掛けてください。で気をつけないといけないのは、3弦と1弦を鳴らさないことですね。
まあ、こちらの方で少し右手で、触っていくという手もありますけどね。こういう感じですね。61ページでした。大急ぎで61ページを片付けました。まあ、面と皆さんとですね、面と向かって、レッスンできれば皆さんの問題点もわかるんですけれど、個人個人でそれぞれ問題点がありますのでね、多少このインターネット講座っていうのは無理があるんですけれども、頑張ってください。はい、終了します。